ロジェクト K, ト K ではでございます。今回はですね、こちらです。小島5日目です。3レースから9レースまで3、4、5、6ボックス、第10レース以降は1の25の25です。小島5日目といえばイン逃げ祭りが起きやすいと感じております。だがしかし、そこをあえて一発のドデカ番手を狙いたいと思います。イン逃げ祭りが起きやすいとはいえ、1本2本はドデカいのが出ますから、そっちを狙っていきます。年末だものとはいえ、ラストは安定のイン逃げ2点絞りで確実に取りに行きたいと思います。どうぞご覧ください。さあ始まっていきます。小島5日目第3レーススタートなんですけども、なんとですね、第2レースにて436で200倍台が出ております。まさかの1個前の第2レースで236倍が出ております。進入スタイルはスロー3手ダッシュ3手の枠なり、角1は4号艇までをインには1号艇の。まあ小島5日目イン逃げ祭り怖いんですけども、まあ年末ですから10枚種を狙いたい。4番5番6番です。3秒前です。1号艇2号艇がスタートへ込んでいただいたらチャンスです。3号艇がまくっていったらチャンスです。まくりに出しちゃうと1号艇が残っちゃいます。ここを3号艇粘っていただければまだわからない。粘ってる、粘っております。ここは今のね、3号艇が粘り勝てばありましたけども、わっアウトコース通って逆転です。5号艇の次打ちに粘ろうと、まだわからない。ちょっと待って、そうなってくるとこれよ、マジかいや、絶対あたかい、ほら5号艇ちゃったかい、うわちょっと待って、これまだわからない。1号艇が遅れていたければ、どでかいが、どでかい、わちょっと待って、わっわっやばいやばい、200倍台だ、200倍台、534、200倍台、543は200倍だ、200倍、うわどっちも200倍、いや高い高い高い、でかいでかいでかい、あああっ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 ご存知でしょうか。船系を買う人って2種類の人間に分けられるんですよ。ハゲているかハゲていないか。私はハゲている方です。いや俺もハゲている方ですよ、僕もハゲている方ですよっていう方いると思うんです。はい、1号艇、そんな人々の思いを背負って選手の皆様は走っておられるのです。選手の皆さんって自分が何番人気なのかって把握してるんですかね。走ってる時って一番人気の、一番人気のプライドにかけて絶対に1着を取ってやるっていう気持ちになるじゃないですか。例えば自分が一番人気だって分かったら、さすがに知らないですかね。走る前は直前に確定するわけなので、小島5日目満州が連続で出ております。本日の風速は2メートル、斜め後ろからの2メートルでございます。イン逃げ満州も出ました。どうなりますでしょうか。第9レースまでこの回目続くので、1本目からと言っていただきましたけども、まだプラス中心に届いておりません。第5レースは日替わり定食戦、Aコースから1番2番3番4番5番、もうね、バックガチが連続しちゃえば
スタートしました。オーサロックコースからコースタート。企画を達成するには爆ガチを連続しないと無理なんじゃないでしょうか。これ坊主をね間に出してしまうと、まあ、坊主というのはでかいので、2号手、2号手の佐々木、3番手は3号手、4号手接戦です。一緒にマークの世界相当成長、インに盛り込んでは3号手小川かわそうと、2号手佐々木後方から差し狙って、4号手の横沢握りの手、さあ第6レースです。4号手の西川です。まあ小島5日目、イン逃げが多くなりますでしょう。それはそうです、イン逃げが多くなる、それが小島5日目というものだと思っております。なのでね、まあもう1本ぐらい出ていただきたいです。耐久レースまでにどれかいのか。ただまあ3本もすでに出てしまっているので、マッシュが3号艇ナイスタート、ナイスタートですよ。まくり切っていただきたい、まくり切っていただければ1号艇2号艇が遅れるので、はい1号艇、まあまあそうですよ、基本は1号艇です。ここは押し切りました。先頭1号艇の樋口亮、中本最アウト、5号艇の香川です。進入スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇、人気を集めた2人、インと角です。後半戦です。第7レースは5号艇6号艇頭3番4番6番5番となりました。1音以外が来ていただいたらベラボーに高い。スタートしました。スロー3艇、第1コースと2コース、何何変換ですか、変換いただけますでしょうか。はい、どうなる、変換&敵地はありますよ。変換してください、全部変換してください。ここでお知らせいたします。はい、2号手の山口優太フライング変換欠場となりました。2号手の山口優太フライング変換欠場です。従いまして2号手に関する投票権すべて変換、レース終了まで大切にお持ちくださいませ。5艇が残りました。先頭1号艇新規2番手の勢力を、見事な連勝シリーズ5勝で、はい、第8レース、こちらも1音以外が1着で高いですね。3対3の枠なりとなりました。3、5、6、3、5、6、3、5、6頭でお願いします。2コースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6選手それほど佐野内水と待機も、肩から4号艇の上平スコースでできますが、1の1幕逃げる1号艇の竹重、2号艇した最後で幕に出してきた。やっぱり、ね、1号艇2号艇、6号艇のどっちかでも遅れてくれないと、このように1号艇が残る、まくらないと、まくれないと1号艇が残ってしまうので、前回でスタート2番手は3号艇の鏡行く差し返し4号艇の上平にいって2号艇の吉田、まさにそれが手って感じです。次です、新入スタイル3対3枠番通りの並びとなりました。さあこの回目はラスト第9レースです。インコースから1番2番3番4番5番6番となりまして3秒前です。9レーススタート、いやナイスタート、いいですよ、まくってまくり切っちゃってやめて、3号艇を耐えないで、仲間でしょ、仲間じゃないか、どうなる、快適中、快適中、快適中、来た来た来た来ましたよ、どうなる、346、346、436、346、95点出る前、1号艇やめて、1号艇やめて、6号艇頑張れ、341、71枚です、346、95点出る前、95点出る前、でかいです、でかい、でかいよ、来たよ、大丈夫だよ。3番手運んで2号手の中島、4番手交代6号手の次、しかし2番手3番手4番手それほど差はなく、レースは西目の1コーナー、さあ今度は入ってくる1号手中島、積んでかして4号手の新で差しに回って6号手の次で来ちゃってんや、入った、来ましたよ、内側取ったら大丈夫、あとはもうグリグリ1回グリグリしたらもう勝ちです、勝ち確です。次アドコース1号手中島捕まえそうな雰囲気ですが、その後方水がいて2号手の坂東最高方5号手、レースは西目の攻防戦、それも1から応戦する6号手の次、一旦引いて差し返す1号艇中島選手のホームに移ります。1号艇6号艇接戦模様もそれでもさばいてリード2停止3停止取り返すは1号艇中島選手の上位系は3番4番1番でありますが、まだ4番手クレイして6号艇の次、レースは残り1周の攻防となりました。先頭3号艇の広瀬、2番手4号艇の新で3番手くるりと1号艇中島切り込んで懐入ろう、いや95枚でかすぎる、95枚でかい、来た来た来るよ、上段級は3番4番1番ラストコーナーの先頭向かっていきます。このレースは加藤家3コースが先攻めの後となった先頭3号艇の広瀬、2番手が4号艇の新で3番手1号艇中島切り込んで6号艇次4番手、上段級は3番4番1番3連単オッズは71ちょうど、先頭
3番広瀬ゴールイン2着4番シネ3着1番の中島ゴールイン抜かんの次2番のバンドラストはゴールここからが本番でございます。1 2 5 1号に来たら高い1号2とか来たら高い準優勝戦なのでさすがにね準優勝戦はイン逃げ狙っていきたいです。はい、ここまではまあまあまあそうですね、予想通りっちゃ予想通りです。イン逃げ祭りが起きております。ただマッシュも結構3本出ているので大丈夫、ここからは準優勝戦1号艇に落ち着くはずです。でメガネ前写しの予想としてはこれは1号艇に落ち着きます。あとはその中で 1、2、5、1、5、2が1本でも来ていただければって感じです。開くよ、来た、来たったい。ここを引き出せと1号で横澤浩二2番手は4号で2号で3号でうち4号でパンバミーヤ5号でも真ん中通って2号で4号で4号で泉先行方は5号で森一緒にマークの世界佐藤瀬上2番手盛り込んで4号での北村差し返そうに1、2、3、1、2、4が極端に人気です。ほら先頭は1号で横澤の後方2番手さばいて2号での配信前の2人は1、2体系2号手3号手が喧嘩していただければチャンスが生まれます。5号手に2号艇3号艇じゃない、3号艇4号艇しかし建設島の3号艇の天野今度は逃げて攻める4号艇のあるよ3番手内でバッテリーとは一停止二停止の3号艇の天野東京風速は1メートル2メートル前後当たってくだって1号2 1号2カモン3番ダッシュ奇跡6番4番です奇跡起きないかな。ナイスタート、1号艇決まった、1号艇決まりました、2号艇も大丈夫ついてくる1号に上げる上げる上げる1号に勝ってて、なんで1号3で満州なんてな。やばくないですかこの差が、この差がでかくないですか。半額ぐらいくださいよって感じですよ。ちょっと買うときにちょっとでも手が滑ってたら1号3買ってましたでしょ。それをたまたま1号に買ってただけで半分ぐらいくれたっていいじゃないのよ。たまたま1号2なだけで1号3買ってたっておかしくないじゃないのよ。何なのよそのその耳たるさで、何なのよそれ。セットは1号手上平の後方2番手2号手地元のセロ3番外を続いた3号手のこれさまで上田行きを1、2、3レースは2周目と釣りました。前後賞くださいよ。4号手の1柳2周島から向こう上面です。くるっと接近4号手の1柳川進んでかして3号手のこれさま向こう上面です。3番手安全圏3号手のこれさま上田行きは1、2、3その後方展開開きました。4号手の1柳5号手の刺激最高方向の竹重です。レースは2周島黒線回と向かっていきます。
先頭は1号手の上平、2番手が2号手の瀬野、3番手が3号手、これぞ人気を集めた。まだまだ。1、2、3。レースは。はーい。キルアショック。次、勝ちゃいいんです。年末でございます。焦ってきております。勝たないと、企画終わらせないと。焦っております。それもこれもすべて、次、勝ちゃいいんです。勝ちに行きます。では今回これであります。ありがとうございました。ありがとうございます。